開拓田舎暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。今日はね11月の25日、話は唐突なんですけど、今日ね週刊スパっていう雑誌が発売されて、それに出ます。もしよかったらね立ち読みでもいいのでこうちらっと見ていただければ、と思います。サンタのところ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 。どんな内容かって、まあそれ見りゃ分かるんですけど、動画でもね、こう倉庫を整理しているような動画をアップロードしてるんですけど、それを見たねライターの方から連絡来ていただいて、こうお宝があるかもしれないからちょっと取材させてくれないかってことでね、こうお宝らしきものを鑑定してもらうみたいなね企画に、載せてもらうことになりました。倉庫をねちょっと見てみますか。寒い、今日昨日が暖かかったから今日やたら寒く感じるな。実際今シーズン一番の冷え込みだなきっと。第三経社の方ね、これ多分今日頑張って急いでこの動画上げたいなと思ってるんで、本日発売なんでちょっと作ってる動画と前後しちゃうんですけど、現在、片側の屋根ができまして、もう片側あと5枚ってところ、昨日小樽までねこの5枚買いに行ってきたんで今日貼っつけてしまいたいなと思っています。こっから見えづらいんだよね。あと5枚、下から見るか。これ貼ってないところで、ここまで来てるんで、あと5枚なんとかね来ましたよ。まあ、この年度の計画ではね10月には完成している予定だったんですけど、11月に屋根、まあ80点ってところかな。計画なかなかね基本的には計画通りには進まん、計画が甘いしね。それでスパ、この小屋ライターのとかカメラマンがね来て一緒にねこう物色したんですけど、この倉庫周辺もね頑張っていかないといけないけど、まあ、今シーズンはもうそろそろ終了だね。まあもうちょい頑張れるかな。屋根張って、壁はもう来シーズンに、中になんか木材突っ込んでビニール貼れたらよりいいかな。閉まってない、閉まってない。この間猫がこの近くにいたからもしかしたら。寒い。こう、コタハウス、コタロウくんが住んでたコタハウスの、よいしょ、なんか自転車とかスクーターとかをね入れるスペースをちょっとずつ作って、本当はねユンボも入れたかったんだけど、今シーズンはちょっと諦めようかな。しょ、猫は入ってないのかな。どうだろう、コタハウス、よいしょ。特にうん、大丈夫そう。コタハウスの気温は、温度は何度だ。しょ、お、マイナス2、4、マイナス4度です、コタハウス。
あ、でも水凍ってない。よいしょ。特に猫が入った感じはないけど、虫か、虫の死骸だ。ネズミの糞かなと思ったけど、そうでもないね。よいしょ。よいしょ。そう、この倉庫。よいしょ。はい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 。よいしょ。来年はこの倉庫もうちょっと綺麗にできるかな。よいしょ。鬼が笑うか。よいしょ。まあでもね、だいぶ物がなくなってすっきりとはしてきたんですよ、これでも。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんですが、よいしょ。なんですが、ブルーベリーの冬外交もほぼほぼ終わりました。まあね、僕というよりも嫁さんがほとんどやってくれたんですけど、ケンタ、ケンタ、ケンタは耳が遠くなくてきたのかな。いい年だ。ケンタ、ケンタ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。よい、ケンタ。はい。はい、タビちゃん。はい。はいはいはい。いっぱい今日朝食べたっしょ。まるまる太ってきたんでしょ。冬になると食欲がね、すごい増して、こう、まだくれまだくれってこう言ってくるタビちゃんです。時々ね、鳥の餌もつまみ食いしたり、ケンタのご飯も勝手に食べたりね。とにかく食欲旺盛。背中向けてね、撫でてくれってね。にゃー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 。あれ、ケンタどこ行った。ケンタ、あれ、あ、いたいたいた。水が凍っちゃったね。水道出るかな。もう11月から元栓をね、閉めて。あ、まだ出る出る。はい、ごめんごめん。はい、いいよ。よしよしよし。それで、そう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 、話がまた戻るけど、ここの、小屋、僕が寝起きしてた小屋がね、今大変なことになってます。キッチンもぐちゃぐちゃだし、奥のスペースももうスキーやらスキーウェアやら、もうこれからちょっとここを頑張んなきゃいけない。はい、こう綺麗にするの大変だけど、カオスに戻すのは簡単だね。あっという間にカオスだ。まあでもカオスから生まれるのかな。ねえ、ケンタ。あ、ケンタ。よし、遊んでおいで。よし、なーに、もういいの。よし、じゃあお座り。はい、コローン。違う違う違う、コローン。
開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬、無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売していますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。